前回までのあらすじ。そう、これちょっと気流編のあらすじって言い方じゃなくなってんだよね。最強と言われる道島組が、前回最後に思ったんだけどさ、タクシーのおじさん、あのおじさんほんとかわいそう。その鍵を握る空の一坪の所有者、牧村誠は橘の生き別れの妹だった。うん、なんかいろんなおさらいをするね。これ最後か。極道たちは特殊な生い立ちを持つ兄と妹に情け容赦なく牙を剥く。マジでこいつ一番腹立つまであるよね、このハンマーのやつ。もうクゼさんがぶちのめしちゃったけど、殺された兄の復讐を誓った誠もまた堂島組の凶弾に倒れ、暴力の闇に飲まれていった。誠、これが前回だな。あれ場所的に肝臓とか言ってない？しかし結構やばいやつでしょ。カムロ町が今まさに堂島の支配下に置かれようというこの日、セラさんが来なきゃ死んでたかもしれないな。極道の掟から外れた二人の男がそれぞれの思いを胸に伝説の幕を開けようとしていた。ほー、うん、これ二人のあらすじだもんな。これ最終章だな。じゃあ真島さんと桐生さんが出会う日も近いな。最終章、白と黒。なんか焼肉のタレみたいな。まあ白いスーツの桐生さんと黒いスーツの真島さんを表してんのかな。いつまでかかっとるんや。まあ長く感じるよな。おっ、終わったんか。うわ、めっちゃ美人。どないやった。失礼ですが、あなたは？あの子をここに連れてきたもんや。セレナのママ並みに美人。大丈夫、手術は成功です。ただまだ意識が戻ってません。サンシャインで働いてほしいな。このまま目を覚まさないかもしれません。ああ、やっぱ結構渋滞なんだ。何やと。という状況よ。ん？セラさん。お、え、何？セラできてんの？真島、この人たち、牧村誠の場所を移す。ここは危険だ。堂島組に彼女が生きていることが知れれば間違いなくとどめを刺しに来る。まあそうでしょうね。守りきれん。堂島組にしてはせやったらどこへ。爪が甘かったけど、少なくともここよりは安全な場所だ。先生にも付き添ってもらう。え、できてんの？お前も一緒に来るか。セラさん治療したのもあの人なのかな。え、行かないの？俺があの子のそばでできることはもう何もないやろ。セラ、誠を頼む。堂島組に喧嘩売る俺には感じになってる。あの子の代わりにやらなあかんことがある。うん、敵討ちか。これ以上あの子を黒の世界に踏み込ませたらあかんのや。ああ、そういう意味もあんのか、白と黒って。堂島組がおる限りあの子は意識が戻ったとしてもまた狙われる。せやから俺が全部しまいにしたる。はあ、お前まさか堂島と差し違えるとでも言うのか。先生もあの子を頼むで。なんとか手尽くしてあいつの目を覚ましたってくれや。真島。いや、セラさんもピンピンしてるけど結構深で追ったはずだからね、背中から撃たれて。なんでそんな頑丈なんだよみんな。同日夜、堂島組事務所。計画、今までさんざ空の一粒に足引っ張られたが、みんないるね。ようやく本格的に役人が動き出すことになった。渋沢、てめえの手柄だ。やったね。は、お、
そんじゃこれからは渋沢を頭って呼ばなきゃいけねえわけですか、ね、不服そうだな。阿波野の兄貴あんまり何もしてないからね。まだやることがあるでしょう。何の話だ。ん？桐生か？風間組の始末です。うわ、もっとでかかった。立花不動産、日京連、やつらの陰で糸引いてたのは風間の頭ですから。風間組ごと潰すってこと？堂島を裏切ったけじめはきっちりつけねえと示しがつきません。無所にいる風間の頭を消すってことかい。そんな中途半端なやり方じゃてっぺんなんか取れねえよ。お、脅し以外はズブの素人だな。お、めちゃくちゃ言うじゃん。てめえなんだその口の利き方。立場が上になった途端めちゃくちゃ生きるじゃん。渋沢さん、こういう世界なんだな。風間組の息のかかったもんは全員だ。全員連中を登場会からきれいさっぱり消さない限り、じゃあ錦も桐生みたいな羽根っかりがまた出てくる。ほら、錦山も桐生も徹底的にやらせてもらう。ターゲットってことだな。親父、今度の若頭は血の気が多いぜ。冷静そうにしてた渋沢さんが一番やべえっていうやつね。もうクゼの兄貴なんか今となっちゃ大した実害もないように感じるからね。いや、あの人はあの人で怖いんだけど。ここにいたのか、キリュウ。空の一つぼじゃん。ニシキ、牧村誠、まだ見つからねえ。アジア外の連中にも手貸してもらってるが、今んとこ手がかりもなしだ。お前はのんきにセレナで飲んでたけどな。なあキリュウ、お前真島五郎って男知ってるか。ここでキリュウさんの耳にも名前だけは聞いたことがある。あ、あるんだ。そいつがどうかしたのか。その島の組追放されたって。そいつも彼女を探してる。風間組の事務所に押し入って柏木さんを一人で叩きのめしたらしい。こう聞くとすごいことやってんな。あの柏木さん、真島さん。あ、そういうリアクションなんだ。真島はその後俺んとこにも来た。やっぱ柏木さんもすごい人なんだな。お前はっきり言って歯が立たなかったよ。そんなやつか。正直誠を探してるのか。ただその真島は堂島組とは別で動いてる。うん、あいつは誠を守ろうとしてるようだった。敵じゃないのかもしれない。分かってんじゃん錦山。だからといって仲間とは限らねえ。まあそうですよね。とにかく誠を見つけねえことには何も分からねえままだ。死んだ立花のためにも彼女だけは何としても守りて。そうだな。完全に目的は一致してるんだよな、真島さんも桐生さんも。あとはもう出会い方の問題というか、知らねえ番号、知らねえ番号だ。誰からだ。俺返し電話をかけてみるか。ん？知らねえ番号だ。誰からだ。このタイミングで連絡取るやつ、このタイミングで一体誰からだ。セラさんかな。セラさんぐらいしかないよな。罠かもしれないが、誠の行方もわからない今。ここでただ時間が過ぎるのを待ってるわけにもいかない。ポケベルの相手、確かめてみるか。近くに公衆電話がないか探してみよう。もう立花さんたちがいない今、あれだもんね。キルさんの仲間って言えんのはセラさんぐらいだもんね。あの子どこ行っちまったんだ。な、こんな探してんのに手がかりの一つも出てこない。お前はセレナで飲んでたけどな。あ、そんだけか。おっと、おい気をつけろよ。わりわり。セラさんは一応風間さん派だから、風間派の人間だからいろいろ手を貸してくれたりするわけだよね。で、今公衆電話も街中にあるな。どこの公衆電話でもいいんだ。ここでいいか。ポケベル鳴らされてたな。
相手が誰かわからねえが書いてみるか。さあ誰かな。あとありそうなのはセレナのママとか。でもそれだったら錦山に連絡するか、キリュウじゃなくて。あ、キリュウ、セラさんじゃん。そっちは当たり。キョレンのセラだ。セラさん、あなただったんですか。立花社長のことは聞いた。堂島組にやられたってな。いや残念ですよ、あのハンマーのやつ許さねえよ。今アジア街の陳さんの店に来ている。ほう。お前と差しで話がしたい。ほう。すぐに来られるか。何の話です。会ってから話す。気をつけてこい。堂島組は今もお前を探してるぞ。セラもカムロ町に来ていたのか。とにかくアジア街に行ってみよう。アジア街で差しで話。なんだろうな、まあ安全に差しで話できる場所がアジア街ぐらいしかないんだな。もう堂島組がうろついてるかもしんないから。でもどうしようかな、これ最終章でしょ。最終章だからさ、ちょっとやり残したサブストーリーとかもやったりしたいんだよね。クリアする前にさ、竜が如く極みん時もやったんだけどさ、あのね、まあこれ竜が如くシリーズおなじみのことなんだけど、全てのサブストーリーをクリアすると、アモンっていうなんか最強の敵が出てくるっていうイベントが発生するんですよ。まあそれはゼロでもあるはずなので、サブストーリーは全部クリアしたいんだけど、まあでも結構残りまだいっぱいありそうだからな。全部を実況中にやるわけではないと思うけど、ちょっとねそういうのもやりたいんですよ。まあでもまだ話がなんか終わるわけじゃないよな。アジア外ぐらいには行ってもいいか。最終的になんかもう堂島組潰すためにどっか突入するってなったら、ちょっとしばらく他のことをやるかもしんないね、ストーリー終わらせる前に。でアジア街行ってみよう。え？ここ普通に人立ち入っていいの？陳さんの店。真島のこと話してくれんじゃないか、セラさんは。キリュウさん、あんたの客はあっちだ。久しぶり、陳さん。セラさんはキリュウさんの目的も真島さんの目的も知ってる。橘さんは残念だ。唯一の人だからね。最後に一目でも妹と会わせてやりたかったな。いやそうだね、すいません、ちょっと力不足で。あんたが必死に助けようとしたことは分かっている。本当？アジア街に住む中国人を代表して礼を言う。ありがとう。よかった、なんか嫌味言われんのかと思ったわ。た、ね、俺は何もできなかった。そう、結果的には何もできなかったからな。礼を言われる資格なんかね。で、セラさん、ゆっくりはしてられません。話ってのは、キリュウと真島をつなげてくれるのはこの人しかいないでしょう。それを伝えに来た。え、何？え、は？牧村誠が堂島組に撃たれた。な、一応峠は越えたが、まだ危険な状態が続いてる。意識不明のままだ。何があったんです？ムービーかな。この部屋湿度すごそう。それじゃ、彼女は目が見えるようになっていた。ぼんやりだけどね。少し光を感じる程度だがな。うん。それより幸い堂島組はもう彼女を殺せたものと思っている。爪甘かったな。早速カムロ町再開発計画の本格着手に動き出した。しばらく彼女に危険はないだろう。でも真島って男は
彼女が生きていると知っているんですよね。キリュウさんの方から。信用できるんですか。おそらくな。あいつはもともと島野の命令で牧村誠を殺すように動いていた男だが、今は心底彼女を守ろうとしている。ただこの先どう動くかはっきりは分からん。それより堂島組だ。若頭補佐の渋沢が堂島組の次期若頭に決まったらしい、うん、これから実質的に堂島組を動かすのは渋沢になる。やつはこれまで表に出るタイプじゃなかったが、筋を通し耐え忍びながら力を蓄えていた。だが渋沢組は若い組織、久世剣能会や阿波野の太平一家の上に立つには強い力を示す必要がある。それで風間組狩りをとなればするってこと。真っ先にやるのは旧風間派の徹底的な排除。そこには錦も桐生も入るから。特にお前は目の敵にされるぞ。いや選択ミスだな。それに殺しの濡れ衣も晴れてない以上薩摩お前を追ってる。ここで桐生を敵に回すのは。お前は神室町を出てしばらく身を隠せ。時間さえ稼げればまだ希望はある。なるほど。希望。牧村誠の意識が戻れば空の一壺は日教連が取る。え、取れんの。そしてそれが風間さんの真の狙いだ。そこまで読んでんの、あの人。嘘だろ。だと。あの人は今堂島組の拡大を止められる唯一の対抗勢力として、うん、俺の日教連に白羽の矢を立てた。日教連すげえんだな。立花も空の一壺を日教連に渡そうと動いていた。全てはこの俺を堂島総兵に代わる登場会の後目に据えるためだ。それじゃ三代目おやさんはあなたに登場会を託したってことですか。そういうことになるな。知りませんでした。あなたとおやさんにはそこまでのつながりか。俺もお前ほどじゃないが風間さんには世話になってきた。俺に極道のイロハを仕込んでくれたのはあの人だ。足を向けては寝られない。そうだったんだ。キリュウ、お前のことも風間さんからくれぐれもと頼まれてる。殺しの濡れ衣の件もいずれ俺が必ず何とかする。頼れる人だな。だが今セラさん、牧村誠が目を覚ますのを祈るしかないのが現実だ。そうか。それじゃもう俺にできることはないってことですか。お前はもう十分やった。お前がいなかったら牧村誠は神室町に来る前に消されてた。まあその通りだな。彼女が今なんとか生きてるのも、うん、お前のおかげだ。うん、真島さんのおかげでもあるよ。今どこに。病院からは移動させた。芝浦に停泊してる船にかくまってる。彼女が生きてることが堂島組に知れたらまずいんだ。いや、バレるんだろうな。芝浦、時間の問題なんだろうな。お前にこのことを伝えたのは俺なりに筋を通したかったからだ。あとは俺たちに任せてお前は町を出ろ。いいな。セラさんの株どんどん上がるじゃん。いや、でもだからってギルさんもおとなしくしてらんないでしょ。真島さんだってそうだけどさ。ああ、まだこの二人引き合わないのか。なかなか合わせてくんないじゃん、真島さんと義龍さん。もう俺にできることは何もねえってことか。一旦錦と合流するか。西公園に行けばそのうち会えるだろう。西公園？あのね、まあ今、セラさんを三代目にするつもりで、風間さんとかも動いてるっていう話あったけど、竜が如くゼロ。テレカだ。テレカ発見。竜が如くゼロで初めて竜が如くを見る人にはまあちょっと先のことを言っちゃうことになるけど、実際竜が如く1ではセラさんが登場界のトップやってるんですよ。3代目なんですよ。でもそんなに龍が如く1では出番が多くなくて、セラさんはなんかゼロでちゃんと
有能エピソードを語ってくれたのはちょっと嬉しいね。うん。イベントだ。キリュウ。おう、思ったより早く会えたな。認識。なんだ。どうかしたの。風間組狩りやってるから気をつけろよ。小島組の連中が風間組の事務所に向かってる。おお、もう。風間組を襲う気らしいぞ。何。渋沢が堂島組の次期若頭に決まったらしい。やつは風間のおやさんの勢力を根こそぎやる気だ。俺もお前も的になってるはずだぜ。なってますね。号令かけてんのは渋沢ってことか。すぐ町の中堂島組で溢れる。俺ら町を出るしかねえぞ。おい、いたぞ。え、キリュウと錦まで。もう見つかった。早い早いよ。錦、牧村誠は日教連の世良が保護してた。堂島組は彼女を殺して殻の一粒に肩がついたと思っているんだ、うん、絶対にバレちゃいけないと。彼女が生きている限り殻の一粒は世良と風間のおやさんの切り札になる。堂島組を押さえつけることができるはずだ。この場をしのいで時間を稼げば状況は変わるかもしれねえ。つまりどうしろってんだ。どうしろってんだ。お前は風間組に行け。え、柏木さんにも身を隠すように伝えるんだ。こいつらは俺が食いた。なんだ、一緒に戦えないの。キリュウ、早く行け。錦、分かったよ。おお、お前らの相手はこの俺だ。風間の使いっ走りがでけえ口叩くんじゃねえ。お前らは全員皆殺しだ。恨むなら風間を恨め。風間さんも全部読んでたみたいな感じだけど、あらはあるよね。立花さん殺されるとはでもさすがに思ってなかったでしょ。風間さんだってさ、なんか風間さん神格化されすぎみたいなこともちょっと感じるよね。そんなに風間さん万能じゃないだろ。みんな風間さんすげえって言うからな。あ、もう終わり。早かったな、適当に戦ってたのに。喋りながら。風間組はどうなった。うまく逃げててくれりゃいいが。あ、事務所に行けか。 OK。 風間組、あ、え、ちょっとめっちゃ封鎖されてる。寄り道できねえじゃん。なんか設定的にはあれか、風間組のやつらがうろついてるから余計な道には行けないみたいなことか。ああ、そういうわけでもないんだ。今は風間組のことが気になる。急いで錦の後を追おう。よし、じゃあ風間組に急ぐぜ。あ、なんだよ、回収しとこうと思ったのに。しのぎの金、不動産の収入、今事務所に寄ってる場合じゃないな。畜生、風間組に急ぐぜって言った後すぐジャリンジャリン稼ぐぜっていう編集しようと思ったのに。本当に今寄り道できないんだな。ん？なんかもう騒がれてる感じあるけど、なんかもう誰もいないじゃん、一般人。おい、またかよ、もういいよ、あんたは。何回目だ、もう5回目ぐらいか。クゼ、もうよくないっすか。あんた一人か。ああ。何何何よ、なんで一人なの。組の人間は引かせた。てめえとやり合うのに余計なチャチャ入れられたくねえんだ。いや、こういうとこいいよな、やっぱこの人。まだ風間組には手出しちゃいねえよ。錦山も事務所の中だ。堂島組は風間組を、いや風間のおやっさんをどうする気だ。
殺すでしょう。始末するに決まってんだろ、風間組もおめえも。今その指揮取ってんのは渋沢だがな、誰がやったってさほど難しい仕事じゃねえ。堂島組はもう登場会ごと下に収めちまおうっちゅう勢いだからな、うん、お前らをぶっ殺すまでいくらでも兵隊を送り込めるってことだ。そうかな。だが俺は、お、雑魚がいくらかかってきたところで今のあんたほど手強いとは思わねえ。割と認め合ってんだよな、ああこの二人。あんたは俺をぶちのめすためだけにここにいる。何の損得もねえところで命張る男ほど厄介な相手はいねえ。よく分かってんじゃねえか、俺を今動かしてるのはな、男の意地ってやつだ、うん、それさえあれや男は笑いながら死ぬことだってできる。俺とお前どっちの意地が上に行くか見ものだな。なんか本当、決着つけさせてもらいます、クゼの兄。いや決着はついてるけどね、とっくの昔に。いいよね、上出来だよ。すげえ優遇されてるよなこの人。いつでもいいぜ。三人の中で殺す気でかかってこいや。ね、何人でも兵隊使ってもう数の力で風間組潰すぐらい状況的にはできるはずなんだけど、ここで自分で桐生をぶちのめすことを選んだわけでしょこの人は。これでさすがに最後か、この人との喧嘩も。今の演出は、いや好きだなこの人な。うおー、このどつき合いいいな。たまんねえな、この人全然ダウンしねえじゃん。ちょっとさ、ちょっと待って、今何の武器持ってた？カジキ砲だ。なんかヒートアクション使いたいけどな。あ、そういえばこんなん持ってんだよ俺今。鋼鉄の名刺、これ武器なんだけど、キャバレーグランド支配人真島五郎と書かれている。これでヒートアクション出せないかな。あ、ある。え、名刺でぶん殴るだけ、それ弱いでしょ。嘘だろ。いやいいな、やっぱこのどつき合いがたまんないな、この人との喧嘩は。でもなんかそんなに強くないんだよな、割と簡単に裏取れるし。お、舐めてるじゃねえぞ、本気で来いよ。うわすげえいい。どうした君、すげえ。あー、かっこいい、かっこいいわ。でもさ、これで桐生と錦山仕留め損なったら結構道島組の中ではこの人やばいでしょ。さっきキルーさん言ったけど本当に命張ってるよねこれは。おお、来いよ、よっしゃー。ただのジャブで倒しちゃったけど、あー、ちょっと痺れる喧嘩だったな、あの QTE とか。なんか嫌いじゃないね本当に、ずっと言ってるけど。なんてやろうだてめえは。でもクゼの兄貴キリュウのこと気に入っちゃってるもんね。どこまでも強くなりやがる。本当にそこがいいんだよな、なんかクゼの兄貴。渋沢さんは結構冷徹だけど、俺にはわかる、この人人間味あんだよ。風間の頭はお前がこうやって本物の極道になるのをずっと抑え続けていた。その封印を解いちまったんだよ、堂島組が。だがお前の他にもう一人
そいつも今あ本物の極道になろうと必死にもがいてる。真島のこと知ってんのか、クズさん。真島さんのことだよな。日教連逃げ切る。え？そこに奴が渋沢がいる。あれ今渋沢のこと言ってたの？ああなんだ。日教連に。牧村誠は生きてるんだろう。渋沢は殺し屋に女を出せるとき、え？わざと死なねえようにしたらしい。あれただ爪が甘いんじゃないんだ。まだ道島の親父にさえ報告してねえらしいがな。なんで？あいつは日教連に女を囲わせて連中を泳がせたんだ。はあ。そのアジトを突き止めるため。賢いじゃん。なんだと？女もセラもおめえも風間の頭の息がかかってる人間は全員根絶やしにする。そうやって渋沢は初めて堂島の頭になれる。本物の極道。その言葉好きだな。キル！もうお気に入りワードになってんじゃん。錦。今アジア外から連絡があった。渋沢が堂島組を芝浦に向かわせてるらしい。ほう。もしかして日教連は芝浦にいるのか。バレてんじゃん。ああ誠もそこに。バレてんじゃん。近いよ。ならすぐ行こうぜ。キル、車回してくるからよ。一緒に行ってくれんの？分かってんだろうな、キル。てめえは極道の一番深いところに足突っ込むとして。すげえ忠告してくれるじゃん。風間の頭が止めたその道をこのまま進む覚悟があるんだったら行けや。はあ。ええ、全部覚悟の上です、クゼの兄貴。いや、キリュウという人間がそうだね、なるためにめちゃくちゃ重要な存在として書かれてるんだと思うな。え、主人公の変更について。主人公変更が可能なタイミングはアジトで。ちょっと待って、今のもうちょっと見たかった。アジトって例えば杉田ビリとか。え、主人公変えられんの今。ガンガン稼ぐジャリンジャリン、ガンガン稼ぐジャリンジャリン、稼ぐガンガン稼ぐぜ、ジャリンジャリン稼ぐぜ。久しぶりだわ。で、主人公の変更。ん？まあ、考えてみりゃ当たり前だけど、まだできなそうだね、主人公の変更。で、先に進むにはキリュウ、この車に乗ったら最後だ。え、最後なの？またこの町に戻ってこられる保証はねえぞ。これいよいよ最後か。やり残したことはねえな。え、あるあるある、あります。今のうちに済ませ。あ、もうここまで来ちゃったか。あー、最後通告。これが最終決戦に向かう前の最後の自由時間となります。錦山に話しかけると選択肢が表示されるので、その際。あ、なんだお前かよ窓口。なんだ、できねえもんかと思ったわ。表示されるので、その際真島に切り替えるを選択するとプレイヤーキャラクターを切り替えられます。お互いのキャラクターでやり残したことをできると。一度真島に切り替えた後でも再びプレイヤーキャラクターを桐生に戻すことが可能ですので、しっかりと準備をしておきましょう。念のためこのタイミングでセーブデータを作成して保存しておくことをお勧めいたします。丁寧にできることはやっとけよ。はい、後から引き返せってのはなしだぜ。じゃあここまでしばらくの間、結構長いことストーリーをギュッとガッと進めてきたけど、一気にこれはしばらくまた進みませんね。もうあの車乗っちゃったら最後なので、ちょっと言われた通りセーブしとこう。